中国海警船がベトナム船を沈める南シナ海にて6日に中国海警船44101がベトナム漁船に体当たり攻撃を仕掛けベトナム漁船が沈没していたことが明らかになりましたこの中国船は漁船を沈没させた後、救助活動を一切行わず 近くにいたベトナム漁船もこの中国船が離れるまで救助活動を行うことができず海に放り出されたベトナムの漁師さんは何とか浮いていた木の板に捕まって救助を待っていたとされておりますこの事件に関して中国外交部は 救難信号を受けて駆けつけただけだと主張しているんですが、前日、フィリピンの島が中国によって新たに占拠されたことが確認されました。中国は南シナ海において、このように他国に対して攻撃を仕掛け、侵略を続けておりますので、日本政府にはこういった、 中国の侵略の被害を受けている国々に対し、可能な限りの支援と協力を行っていただき、中国がこれ以上南シナ海を侵略しないように対応を取っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。